来たよ。来た。お、始まってる。えい。えい。えい。いっちゃうもん。始まってるからね。いっちゃう。俺映ってない。俺映ってない。俺映ってない。映った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 。じゃあ越谷のバロン。正直しんどい。しんどい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よいしょ。どうも、先週とね全く同じメンバーなんですけども、はいはい、じゃあ改めて自己紹介しよう。はい、シオン。じゃあ、はい、クラバロンのカリスマ新人シオンです。クラバロンの修二です。クラバロンの島井です。チュです。違う本番の気分がまだ違う。、ね、あ、どうもレンです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。チューはないよな。チューはないね。そういうの考えてきたんでしょ、いろいろ。今日ね、ちょっとね、いろいろなちょっとトークテーマみたいな決めやってきたんですけど、これこんなにハゲてるな。あ、どうぞ。じゃあそのハゲについて、ハゲについて、俺のハゲとデブについて書かなくていいから、どっちから行こう行こう行こう、考えてきたと話してこう。考えたっていうよりも、とりあえずトークテーマみたいな感じで。うん、そうですね。でもコメントで、ハゲについての方が。ハゲてるの、ハゲについて。ああ、ピザでゲーハー。なんか緩い感じだね。はい、越谷のゆるキャラを目指してます、どうも。はい。でも、レンさん、いい匂いすんだよな。ありがとうございます。よく知ってる。ありがとうございます。今日テンション低いね。いや。じゃあもうね、気づいたらね、台風もう来てたね、来てた。これ傘飛ばされちゃってもうビシャビシャだもん、ビシャビシャ。もうなんか髪の毛が陰毛みたいになっちゃってるし、この辺、この辺ほら、もうめっちゃ映像だとハゲてるの。ここワンポイント本当から色で視覚してきたんだ。そしたらなんかめっちゃ映ってるの見て、すごいなんかハゲてるみたいになっちゃってるし、これ爆竹について。シゲカ何で来たの？僕はね、埼京線で来ましたよ。埼京線、あとはみんな車で、みんな車で来たんですよね、この台風の中。僕ちょっとあの狭いところに行くと発狂しちゃう病気持ってるんでね。はい、テンション恐怖症。誰も拾わないですけど、はい、テンション恐怖症。そう、しゅうちゃんの運転。しゅうちゃんの、でも絶対もう地元だもんね。左のピザきつい。ちょっと待ってよ、左のピザきついから翔也行こう。ピザピザ場所問題というわけでね、あの今日2回目の放送ってことで、うん、そうですね。うん、まああの放送してみて分かったことが、多分あの固定メンツでいかないとちょっといろいろきついだろうなみたいな、いろいろきついだろうとなったんで。そうだね、そうだね。まあでもうちのね、今日もね、倉葉さんのね動画があるから、あ、後ほどね、倉葉さんの越谷伝説の、ちょっとあの前回見た人分かると思うんですけど、ちょっとよく分かんなかった動画が今回もあるんで、あれもシリーズもんで埼玉を紹介していこうみたいなね。まずは越谷からね。まあちょっと後でもう説明するんですけど、あのどれ撮る、どういうの撮るって聞いたら、食レポやりたいって聞いたんで、それはちょっとそんな感じの動画になってます。まあそれは後ほど。やっぱり AV 社長が AV はいいよ。まあね、あの悪いやつは大体友達みたいな。まあちょっとね、あんまりね、俺が俺が多分倉葉のあの動画をあんまり押すと悪そうな顔からのもう AV に直結しちゃうから、まあちょっとそこ俺触れないでおくわ。そうですね、なるべく。あの今回はあの素人ナンパモンとかやらないんで、大体ちゃんとしたやつ。結構前回も素人ナンパモンかみたいな感じで。そうだね、その疑惑があってね、コメントお店でも言われてたもんね。今日何のトークテーマ考えてきた？とりあえずはまああの3つぐらい考えようかなって話したんで、で最初がまあとりあえず2回目の放送なんで、まああの好きな女性のタイプ、好きな女性のタイプ、まああの割と無難なやつで、でもう一つはみんなから募集しようかなと思って。そうですね、ちょっとなんか質問したいことあったら、ちょっとあの拾いやすい質問考え、ちょっとコメントしてください。で3つ目は考えてないです。ピザ君髪なんでベトベトだから、台風に負けたんだ俺。台風に19号で負けたんだよ、
いつも負けないのに。いつも負けないのに。体は飛ばされなかったけど、髪の毛だけバー飛ばされてね、ハゲが際立って目立っちゃった時、こうなっちゃったんですよね。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。俺はこのタイミングでね、ちょっとトイレに行ってくる。このタイミングで。このタイミングで行くんですか。決めてた。決めてたテーマからいっちゃう。そうですね。決めてたテーマ。本当ありふれたテーマなんだけど、まあうん、好きな女性のタイプ。そう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 。うん。じゃあちょっと自分から。しおんちゃん。しおんちゃん。でもこれ言われて考えたけど、結構なんか定まってなくて、どういう子がいいかなって考えたら、うん、あのまあ一緒に行って楽しい子。大学って言ったらもうあの吉高由里子。あ、純粋そうな子？ちょっとあのハイボール持ってウィーってやってたんですよ。あんまりそんな子いないけどね。いないですよね。居酒屋でそんな子と一緒にいたらさ。結構きついよ。逆にウィーとか言って、ウィーとか飲まされそうですもん、ね。でもまあ現実にいないからああいう子がいいなっていう。ああ、なるほどね。わ、俺はわかんないから。そうや。わかんない。いや。あの尺考えてください。尺。もうちょっと引き伸ばしましょう。もうちょっと。もうちょっと。じゃあもうちょっと具体的に。具体的に、うん、ハイボールだけじゃないでしょ、まあ。ああ、うん、だからなんかもう一緒にいて笑顔になる感じの女の子、うん、楽しい子、楽しい子ですね。お、顔とかはもう気にしないの？顔はあんまり気にしないかな。本当に、うん、本当に中身だ。完全中身って感じですね。本当に何でもいい。そういうなんか振られ方するとね、本当になんか何でもいいみたいな感じになっちゃうけど、うん、別にそういうわけではなくて、まああの世間一般っていうあの中の上ぐらいあればもう完璧ですね。というわけで、はい、注意さん。あ、じゃあこう、あ、これいっちゃう。これいっちゃいます。はい。と、取りたかったですか。うん？落ち取りたかったですか。落ち、落ちって言われるとちょっとあれだけど、うん、はい、あのちょっとコメントでね、あの芦田愛菜って書いてあるけど、全然ロリコンじゃないからね。好きじゃないし。いや、あの芦田愛菜はちょっと俺がわかるんですけど。芦田愛菜だよ。お、あったんだそれ。あの大人っぽい人好きですね。うんうん、うん、大人っぽい子、一緒にいて落ち着こうかな。あ、うん、やっぱね、結構ね、超ロリコンじゃねえよ。ロリコンじゃねえって。しゅうちゃんはロリコン、メモメモ、ありがとうございます。テスト出るからね、メモっといて。こんな感じですかね、自分は。リオはね、トイレ行った。うん、うん、トイレ行きましたね。あ、足止まんない、やめなさい。嫌いではないけどね、可愛いと思うんだけど。じゃあ次、翔也さん、うん、好きな女性のタイプ。好きな女性のタイプ、うん、うーん、タイプって難しいよね。まあ確かに。そうだよね、タイプ。タイプ、うん、なんだろうな、俺落ち着く人かな。タイプ一緒に行って、一緒、一緒、一緒、今言ったよね、それね。コメント見て言いましたよね。これ何も何も考えてなかった。しれっと、しれっと、まあ、一緒に行って落ち着く人かな、これは。抽象的につき、こう吉高由里子って具体的な名前言ってますからね。じゃあ、レンさん、好きな女性のタイプ。静香ちゃん。どこの、あのドライバー、ドライモンの、ドライモンの、なんかもう絶対に見たいはずなのに、裸で男の人がバって出てきたら、こうキャってこの間ね、この間作っちゃうような女の子ね。でもやっぱ恥ずかしいよっていう、そういうアメリカをそうしながらね。そうそうそう、初々しいけどちょっとエッチな子ね。そうですよね。身近で、ね、現実で、現実で。だからもうそう、初々しいけどちょっとエッチな子。あ、いるじゃん、なんかもう、いろんなタイプがあるじゃん、女の子さ。要はさ、男の人の裸がいけるバーって出てきました、うんうんうん、ね、じゃあ映画ちゃん、エスパイと何でもいいけどさ、うん、出てきた時にどう突っ込むか、女の子いきなり最初一発目。あ、まあ確かに、うん、でもほら見て見ぬふりして、私こういうの無理って断絶しちゃうのか、それともなんか普通にさ、なんかお前そんな変なね、まあ、ピピピピピみたいなね、持ってんじゃねえよみたいな、包茎かみたいな、そういうのあるじゃん。まあありますよね。そしたらなんかちょっと隠しながらもう少し見て、ちょっと後ろでなんか突っ込むぐらいの子がいいなって。つまり結論は、タイプはドラえもんってことですね。背を声大丈夫、今日喉やられててね。最高でも抱いてろよ。ありがとうございます。絶対ね、俺ね、芦田愛菜のコメントしてるのね、多分絶対ね、最近俺が芦田愛菜の話しまくってたからと思うんだよね。で、ロレコン俺じゃなくない、そしたら。
いや、ロリコン。ロリコンはもしかして。違うの、違うの。ほら、再放送のあれ見てたの、丸も俺、この間の再放送で、久しぶりに見て、うわーって、めっちゃ泣いて、毎日ね。で7歳の女の子に、まあ、そのね、俺27だから、20個上の俺が、毎日泣かされるわけよ。感動だなって。もうこれはもう、ちっちゃい子にはね、こんなギャラとかじゃなくて、もうこれはファンとして、なんか送ろうかなって思ってた。これは完璧送ろうって思ったら、授業に、ね、止められたっていう。まあ、送ったら完全にまあ、これもんですよ。いいものあげるからついておいでみたいな感じになっちゃうから。でもそれこそロリコンなのって言って、もうイエスっていうしかなくなっちゃうからね。ロリコンじゃないですけど。はい、ダメ、もうロリコン以下禁止。どっちかそれはこっちもこっちもいけるタイプ、先週から言ってるから、うん、でもなんか連ロリコン、全部カタカナでね、連コンはちゃうでしょ。うまいね、うまい、それ野菜野菜はい、どうも連コンです。まあ根菜だからね、歯身スカスカじゃないけどね、ちょっと詰まっちゃってね。そう、連コンの肉詰めみたいになっちゃうからね。愛と勇気が詰まってますよ。連コン連コンうるさい。連コしてるじゃん。もうレンコンだけにね、はい、ありがとうございます。でもこの間の放送をさせてもらってから、うん、ブログのね、アクセス数がめっちゃ増えて、まあ、コメントもいただいてね、それから今後ともなんかもうね、こういうちょっとすでにちょっとぐだっちゃってるんだけどね、うん、あでもやっぱり頑張っていこうと思うかして、コメントのなんかやっぱね、こうした方がああした方がいいね、もう書いてくれるとすごい助かります、ありがとうございます。あちなみにこの下に来年載ってるから。結構これでもなんか何人か送ってきてくれる子がいて、ニコナイツすごいなって。まだシオンをね、ホストスに乗ってないもんな。まあまだ乗ってないですよ。そうだよね。でも先取りニコナイト先取り。うん、うちのシオンさん。まだカリスマ新人だから。ちょっと顔アップにしちゃいなよ。いやアップダメ。じゃあアップダメ。じゃあアップダメですよ。アップダメ。じゃあ俺行くよ。じゃあ俺が。どうする。いや何だ。シオンやから。完全に茶番みたいなになってるじゃないですか。いやアップとかないですけどね。いやもうアップなってし、もうダメ。パン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 。あ、じゃあ逆だわこれ。逆。パン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 。ガシャン、シオンだよ。何してんすか。じゃあ今なんか、いやじゃあすげえ音鳴ったから俺狩りが始まったのかと思って。違う。なんでモンハンやってるんですか。モンハン買ったばっかだから間違えちゃった。ちょっと一狩りしようかなって思って。生放送中にモンハンやるって問題ないですよ。ついつい。OG、どうも。ありがとうございます。今日はね、新宿に来るわけだ、新宿に。越谷で、まあ、結構すれ違うんだけど、もう歌舞伎町に来たらむっちゃすれ違うかなって思った。まあ、人多いですからね。ですれ違い通信、ね、され勝手にされると思って、その辺歩いてたんだけど、俺気づいたのは、モンハン初めて今回やるんだけど、すれ違いの設定の仕方が分かってなくて、さっき見たら誰一人も歩いて、ね、ゼロになってて、うん、意外とモンハンやってる少ないんだなって思ったら、もうすれ違い設定ゼロだね。ただ単純に俺歌舞伎町徘徊してたみたいな。ただやべえやつ。 それで今日ちょっと遅れたんですか。ダメ。もうね、ある意味ね、そんなプラプラプラして俺が歌舞伎町ひとかりされるかと思ったわ、普通に。ファーッとね。来たの何分前だっけ。ボス。え、来たの何分前だっけ。来たの、いやしぃ。しぃ。最初今日オープニング俺一人でやってみようかなって思ったの。最初そういう話だったの。そうしたらさね、さすがに考えたらアクセス数っていうかね、あれがね、来場数が下がってからの上がるみたいなね。まさにそういう何分前に来たのよ。本当にもう何分ぐらい前かな。なんかさりげなくね、スタジオの前で俺タバコ吸ってた。みんなモンハン、みんなモンハンしてるの。モンハン、いや多分やってるの、レンさんだけ。そうだね、でも俺もモンスターハンターかって言ったらモンスターっぽいって言われるけどね。やべえやつじゃん。お前のキノコ借りたいはありますか。よ、モンスター。お前のキノコ借りたいか。青キノコ大事だからね。回復薬作るのね。そう、歌舞伎そう、モンハンやってる人多いのよ。めっちゃ多いですね。あ、やっぱりでもね、やっぱね、ホストクラブ多いよね。なんかモンハンやってる人ね多いですよね。夜すごいログインとかすると多いって言ってた。友達が。ちょっとなんかやる。うん、やっちゃいます。モンハンやっちゃう。モンハン、モンスター多いの。いや、モンスターは俺で最初で最後かな。モンスターに怒られるってね。モモゴリラ、モモゴリラ、それはあれだね。モモゴリラ、モモゴリラ。埼玉は身分証を確認しないホスト多いの。うちは確認させてもらってるね。これも基本だよね。社長のボケ。あ、そうそう、ババポンガ、ババポンガ。ババポンガ。そう、414、そう、正解。そう、ババポンガ。そう、ババポンガなのか、俺は。モンスター拾って、モンハンもいい。そうか、じゃあモンハン流そう。
モンハン流しましょう。そうですね、モンハン流そう。また来週モンハン話するね。あ、するんですか。するんです。多分本当にそうですよね。じゃあ次のテーマトークいこう。次のテーマトーク。まあ、その前にレイ、スカサ、タクミ、アサヒ、アヤト、ミヤビ、カイト、松岡、ジャーン、オーバー。どうやったら売り上げ上がるんすかね。めっちゃけ給料いくらすか。何やお前に。忙しいから。その時はいくらなんですか。これ、これ150万くらいかな。普通はいくらすか。15万。給料いくらすか。15万。賞金 80% バック入店祝い金高額支給 BS グループ。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。はい、南越谷のルパンこと鈴宮倉原です。今回はブルードルフィン、まあ、メニューとかがねいっぱいあるんですけど、ルパンお腹減っちゃったんでお腹いっぱいになってこようかなと思います。ちょー、まあとりあえず入ってきたところで、まあさっき頼んだこれアイリッシュバーなんだけど、アイルランドのね、バーなんだけど、無視してドイツバーを、あ、どこや、あ、違う、頼んでみました。じゃあ、早速、いただきます。すごいね、ドイツビール。お、おすすめフード。このお土産もやべえけど、カニ味噌コーラ焼きバケット。いい、お願いします。あ、でも俺ボクルアレルギーだ。どうしよっかな。小さいですね。すいません、パンプキンパイ。はい、パンプキンパイ。そう、パンプキンパイ。そう、パンプキンパイ。ハロウィン近いですね。パンプキンパイ。よし。いや、もう食べちゃってんだけどね。すげえこれ美味しい。なんだよ、パンプキン、パンプキン、パンプキンいっぱい食べてんのに、パンプキン喋ってんじゃないよ、本当に。びっくりするな、本当に。倉さん、倉さん、倉さん。今、ビール、いっぱい飲んでるね。ルパン、いっちゃいます。ID もあります。お願いします。おこらだけです。はい。おいしい。すいませんでした。お疲れ様でした。すいませんでした。うん。うちのルパン君がね、いるんですけどね。はい。そうですね。うちのあの、鈴宮倉原君はね、コシアのレジェンドを目指してるんでね、いつもゴルゴとかルパだっちゃうんでね、この部位いるか。いや、俺も本当はね、違う本当はあれよ、こういうのってあの埼玉の紹介をしてほしい、そうね、コーナーだったんだけどね、気づいたらパンプキンパイ紹介しちゃったっていうね。よくわかんないですよ、完全な放送事故だよね。放送事故ですよね。キャシーさん、キャシーさんって誰。本当にすいません、事故。事故はもう認めます。パンプキンパイ放送。キャシーさんって誰の？いや、そうなんです、ね。場所があるんですよ。確かに。あるけど。今度はちゃんと、あ、でもシオン一緒に撮りに行ったの。あのカメラ撮ってんの俺です。マジ？だから基本的にあの、じゃあ今からちょっと撮りますって言ってもう任せみたいな感じなんで。お題とかないの？ないです。ないんだ。だから本当は前撮ってやろうよ、ちょっとそういうの。前はあれだったんだよ、最初はあのコシアの先週の放送のほら駅前で女の子が声をかけて、なんか埼玉最高みたいな流行りのなんか埼玉のこれ教えてよみたいな感じで動画を撮りたかったんだけど、今回大宮とかね、そのちょっと繁華街地区のとこに場所を駅変えていこうと思ったら、大宮かね、ちょっとね
厳しくてね、いろいろ厳しくてね。ああ。そうなんですよね、僕の地元なんですけどね。シオン、中英の真似して言われてるよ。いやいや、中英の真似がやってないし、うん、やってないし。中英って誰？中英って、小英じゃないの？あの小英じゃないです。中英。ゲイではないか。ゲイは違いますよ。どんな人なの？どんな人言われたら、あの、腕の骨をつなぐ関節、肘とかやってる人です。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがシオンさん。今日翔也さんの出番が少ないからさ、はい、多分見てる子のほとんどは、でも多分まあシオンもあれだけど、翔也翔也なんだよ多分。じゃあ僕もモノマネいいですか？モノマネ、モノマネちゃう、そういうやるキャラですか？結構受けたモノマネがあったんですけど、それもでも人前やったことあんまないんで、ちょっといいですか？じゃあ、じゃあモノマネ、じゃあ翔也さんちゅう、じゃあアヒナマナだよ。シュウさんキャラがね、シュウさんちょっとやった、シュウさんイケメン系ですから、まだ投げキッスとかしてもらったらまだマシなんだよね、こっちとしては。シュウさん謝ろ、謝ろ、ごめんねしよ、ちゃんとごめんなさい。よし、これよし、許した、オッケー、オッケー、今日はシュウさんカメラ間違えないで、次行こう、次行こう、次ユガくん、玉袋の真似して。玉袋って、辻太郎のこと？それともリアルな方か。いや、ホットマンの玉袋かもしれない。ああ。そんな店だっけ？まあ、こんな店ではない。うん。そうだね。だいたい、まあ、まあ、この辺がね、中心でね、お店やってるからね。まあ、どうなのかな？ルックス的にでも結構評判はね、先週なんかよくいただいたからね。ああ、うん、まあ確かに。まあ、あとはそれとは別でピザくんとか、あのさっきのパンくんとかがいる。ロレコン君とかね、ルックスはこの辺中心よ。そう、うん、そうだね。まあ、ルックス重視で遊びたい女の子と、あとパン君とかピザ君みたいな感じでワイワイ行きたい女の子とね、まあみんな来てくれればすごい嬉しいかなっていう、ちょっとやらしい話していました、すいません。まあ言ってるそばからすぐ脱ぐお店って言ってますからね。すぐ脱ぐお店、すぐのは基本一人だけ、うん、うん、腰が脱衣所になっちゃうからね。そうあるだろうね。腰がやんだ、脱衣所。あ、セオ、CEO、そうです、超エロい親父、そう、CEO、超エロい親父。その CEO だったんですか？そうだよ、超エロい親父。CEO は脱衣所なの？何？ CEO が脱衣所？俺が脱ぐ？ CEO 脱衣所、なんかもう、うん、よくわかんない。俺ね、上のロンティー脱いだらさらに、ね、脱衣所、超エロい親父脱衣所。黙れよ、デブ。黙れよ、デブはいいっすね。ISO さすがに気付いちゃうね、うん、そうありがとう、超エロ親父ってこのね書いてくれた方、ありがとうございます。でもその略じゃないでしょ、うん、その略の、その略、超エロ親父、うん、それで認めていいんすかそれ。うん、俺結構ほらあれブログでもこれ書いたりするからね。ああ、うん、そういうことですね、うん、おすごい、なんかラップみたいになってる。超エロ親父、超エロ親父、よーよーみたいな感じです。すいません、ちょっとまとめて、ちょっとまとめて、無理だよ、はいはいはい、すごい爆弾来ましたね。でもなんかそのトークテーマみたいのを今日決めるみたいな感じで、うん、なんだかんだその話に流れましたよね、完全に。そうね、だからもう、うん、コメント拾っていく。、うん、コメント言っても、うん、あの超エロ親父しかないですよ、基本的に。画面には今途中映ってる画面はね、そう、トークテーマ、今どうしたの。なんかトークテーマを決めようみたいな、今日3人でこう来たんですけど、トークテーマをね決めようってなって、でなんかもう徐々にこう意見を出そうかなって思ったんですけど、好きな女の子のタイプを話そうみたいな、あそれいいねみたいな感じになって、何話そうかなーで、もう流れってそのまま終わったみたいな。そのトークテーマを今日ね、俺もね、電車乗る時に決めるみたいな、すごい来てたから、先週から行ってたから、もうあるもんだと思って、俺もう全然電車なんかでモンハン入ってた、ずっと下がっててたもん。あーでもちょっと、個人的に話したいのが、今までで一番すごいお客さん。あーすごい、もういろんな意味で、いろんな意味で、うんうん、まあ、自分の場合だと、もう初回できたお客さんなんですけど、うん、すいません、はじめまして、シオンですって言った瞬間に怖いって言われて、それ以降ずっと怖いしか言われなかったっていう。俺太い、そうですか。なんか俺が滑ったけど、なんだよこれ普通に。まあそれいいね、ぶっ込むね、嫌いなお客さんってそんなにいないな。
いやこれ普通に営業トークじゃなくて、埼玉のお客さんって基本優しい、ね、優しい、ね、優しい、ね、結構なんかあの、うん、地元感があるというか、うん、なんか優しい、うん、なんかすごいそれに余えちゃってるよね結構俺らね、うん、うん、まあよくないなって思うんだけど、ね、あ埼玉の越谷っていうところですね、うん、越谷、うん、うん、南越谷かな、ああ、うん、行くときに参考にしたいから NG 行動ある？ NG 行動って NG 行動あるある、あるわ俺、あります？じゃあいいよ喋って喋っていいよじゃあ、うん、初回ボトルをガンガンロックであ、シリクそれはまずい、それはまずい、カット引っ張ってたいや生生、うん、これ生ですよ生、うん、まずかないけど、そうそうそうあちょっと気になる人はね、気になる方はちょっとあのお店の方でちょっと聞いてください。うん、うん、ね。で、塩屋的にはさ、うん、どういうのがいいの？どういう感じがいいの？飲んでて。どういうお客さん？やっぱさ、見てて気になると思うんだよね。やっぱ塩屋塩屋って言われるってことはさ、はい、どういう風にお酒飲んでるのかなとかさ、どんな楽しみ方してるのかなると思う。そうですね。だから最近とかで言うと、なんかこう僕結構こんな感じで言うんですけど、なんか座右の銘みたいな。うん、この話になって、お座右の銘は何って言われて、ブサイクって何ですか、うん、まあ一旦そのこんな空気になっちゃうんですけど、うんうん、座右の銘が、座右の銘はって聞かれて、うん、ブサイクって何ですか言ったんだけど座右の銘じゃないよそれね座右の銘ってもっとなんかあるじゃないですか、要はなんかあれでしょ、自分のあのなんかさ、例えばポスターとか作ったりするときに、そうそう、キャッチフレーズね、うん、だから上に書いてあるようなね、そういうの欲しいでしょ、本当にあの、越谷 の, あのバロン の, しあのカリスマ新人とか、そんな感じですよ。じゃ次に、次の放送までに、うん、みんなに考えてもらおう、翔也 の, そ, う、ね、そのなんかこうキャッチフレーズ座右の銘、ポスター作るって言ったのね、はい、そう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 、緑の人イケメン、ほらやっぱり翔也さんめっちゃ言われてるよ、うん、オッケー、じゃあちょっと今回もカメラアップで、うん、最後はね、最後前なんでね、さやさんアップのちょっと投げキッスで、うん、俺だ、今日はあのカメラでちゃんとしちゃったでしょね、うん、まずはさ、またカメラ間違える流れですよ、30秒前、そっちじゃない、そっちじゃない、あーマジない、マジない、こっちこっち、どっちだ、そっちこっち、そっちじゃない、そっちじゃない、違うでしょ、これ違う違う違う何回すんだ俺何回キスすんだよ、やったところでまだ10秒近く残ってるっていう、はい、じゃあ今回もありがとうございました。またありがとうございました。来週も同じ時間やるのでぜひご覧ください。来週はちょっと、ね、メンバー変わるからね、また見てもらってね、うん、よいしょ、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。残っている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を Hey yo everybody、 この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2、 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェックイット。